はい、皆さん、こんにちは。今回はいつも購入させていただいているインスタグラムのマディアさんからの購入品と、あとはね、最近ヤフオクを始めての購入だけなんですけど、それでね、そこで購入させていただいたもののご紹介をしていこうと思います。のちょこっとなんですけど、早くね、ちょっと開封したいなと思ったので動画撮っていこうと思います。はい、まずはね、マリアさんでリザペとかね、他にもいろいろセールをされていたので、ちょっとまとめて購入させていただきました。はい、まずはこちら10枚ずつかな、購入させていただいたものから。10枚ずつ、5枚ずつだっけ。10枚ずつですね。4つ、4種類買わせていただきました。まずはこれ、めっちゃ使いやすそうな色味だな。あ、グレー、グレーいいですよね、使いやすい。前からね、気になってたペーパーだったので嬉しかったです。よいしょ。で、こちらもね、前から気になっていたペーパーです。なんか春先とかにすごく使えそう。こっち側の色味がね、めちゃくちゃかっこよくって。かわいい。で、こちらは、初めて見たペーパーだったんですけど、可愛いなと思って買わさせていただきました。すごくね、お手軽なお値段で譲っていただけたので嬉しかったです。これもね、可愛いですよね。うん、可愛い。はい、よいしょ。で、あとはね、なんか2枚ずつかな、の詰め合わせみたいなのを2組買わさせていただきました。これね、1セットね、買い逃しちゃって、売り切れだってショックだった。はい、こちら、このね、種類のペーパー前から欲しかったんですよね。あ、ちょっと、でもね、なかなか、なんか、もたもたしてたら買いそびれちゃって買えてなかったので嬉しい。グリーン、どっちも使いやすそう。で、これもね、色違いだったら思ってるんですけど、こっちの色は持ってなかったので。ちょっとピンクっぽい色なんだ。写真じゃわかんなかったです。かわいい。これも、使いやすそう。これは何の柄だろう。ちょっと変わった柄だな。あ、裏面はめっちゃ使いやすそうな柄。綺麗だけど、なんだろう、この黒いのは。葉っぱ？葉っぱか。まずはさっきのグリーンと同じシリーズのイエロー。おー、いい色味だな。すごい使いやすそうな色味ですね。こっちの方が、これは好きかもしれない。かわいい。そして、パープル。これもどっちもかわいいな。
れも前から気になってたペーパー。裏面がね、すごいシンプルで使いやすそう。これは初めて見ました。めっちゃ色鮮やか。どう使おうかな。で、こちらもね、すごい使いやすそう。やっぱ茶系は使いやすいですよね。かわいい。いや、やっぱこのシリーズかわいいな。他の色も欲しくなっちゃう。青とかね。気になっちゃうな。探してみよう。はい。で、なんと、ハンドメイドの袋を入れてくださってました。しかも、絶対私ができない感じのコラージュ。ドモカータ使ってるし、シーリングも使ってるし、このなんかネットみたいなのも使われてて、新しい、すごいいい刺激になるな。この女の人も初めて見ました。なんか、インスタとかでは見たことあるけど、なんか人気ですよね。生で見たのは初めて。で、中には、このね、紙も、なんか珍しい素材ですね。素敵。で、こちらは、購入させていただいたステッカーですね。ちょこっとだけ装飾をね、買わさせていただきました。この和柄のやつと、お花を3色。使いやすそうな色のやつを。はい。でね、こちらおまけも入れてくださってて。花のね、装飾とか、可愛い女の子とか、メモですね。ああ、このメモ可愛い。サイズ感が可愛いな。初めて見るのばっかりです。で、あとは、ヤフオクで購入したものなんですけど、めちゃくちゃね、かわいい。イギリス産かな?イギリスで作られたカードだと思うんですけど、1枚おまけで入れてくださってて、8枚ゲットしました。めっちゃかわいいんですよ。封筒はね、全部お揃いの柄で、こんな感じの封筒です。かわいい。で、カードは、これ私が一番お気に入りのカード。中まで可愛いんですよね。固めのカードです。1996って書いてある。かわいい。カワウソくんの柄かな、全部。かわいい。全部めちゃくちゃかわいいな。中までね、かわいいからめっちゃ見応えがありますね。猫ちゃんかわいい。この子もなんか、あれ?どこ見てるんだろうな。かわいい。仲良し親子。プレゼントだ。おお、中の柄も可愛いな。これも可愛いですよね、色味が。中はカップケーキ。美味しく作れたのかな。でもなんか色が赤くなってるけど。カップケーキ、これでできたのかな?
お友達にね、お裾分けをしたり、コレクションにしたりしようと思います。めっちゃ可愛い。はい。ではね、マリアさん、インスタグラムのマリアさんと、ヤフオクでの購入品のご紹介でした。かわいいカワウソのグリーティングカード、ゲットできて嬉しかった。はい。では、ちょっとでも面白いなと思っていただけましたら、高評価、チャンネル登録、コメント等していただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。